リードザセルフ、短時間で効率的に良質なインプットを提供し、行動に移すことで今を変えていくメディアです。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは、他者と働く、分かり合えなさから始まる組織論、分かり合えない人と分かり合う方法、対話を通して関係性や組織に変革を起こしていきましょう。あなたはこの動画を見ることで、どうにも分かり合えないと感じる人とついに分かり合えるようになります。敵対意識を持ってバチバチに戦っている相手と相互理解を深め、新たな関係性やゴールを持つ方法がわかります。周りに分かり合えないと思える人が一人でもいるなら必見。明日から手を取り合うことができるかも、ということで一緒に見ていきましょう。日常生活の中にはいろんな問題があると思いますが、実は問題と一言で言っても大きく分けると2つに分類することができます。1つ目は技術的問題。喉が渇いたらどうしたらいいでしょうか。水を飲みますよね。風邪をひいたらどうすればいいでしょうか。風邪薬を飲みますよね。このように知識や技術を持っていれば解決できる問題が技術的問題です。そしてもう一つが適応課題。仕事で他の部署に協力を求めても協力してくれない場合どうすればいいでしょうか。どんなに論理的に協力してくれるように説明しても何かと理由をつけて反対される。このように知識や技術では解決できない問題が適応課題です。適応課題は4つのタイプが存在します。1つ目はギャップ型。大切にしている価値観と実際の行動にギャップが生じている状態です。ビジョン・ミッションが大事と言いつつ、目先の売上や収益を優先しているなどがよくあるパターンです。2つ目は対立型。互いの意見が対立する状態です。例えば営業部門と法務部門が対立していたとしましょう。営業部は契約書の細かい内容なんてどうでもいいから一件でも多く案件を取りたいという思いがあり、法務部は契約に問題がないようにしっかりチェックしたいという思いがあります。対立型の場合、どちらにもそれぞれの正しい論理がある状態になります。3つ目は抑圧型。言いにくいことを言わないという状態です。怖い態度のリーダーだからと部下が十分に情報を共有せず、問題が発生してから報告をするのがこれにあたります。相手のメンツを潰さないようにという心理が働いて抑圧型になることもあります。4つ目は回避型。痛みや恐れを伴う本質的な問題に向き合うことをせず、ひたすら回避する状態です。体調を崩すといつも風邪薬を飲んで治しているとしましょう。ただ実は体調を崩すのは睡眠不足や生活習慣など本質的な問題があるのに、手っ取り早いからと薬に頼っている状態なんです。本質的な問題に向き合わず小手先で対応をしようとしても問題は何度も現れてしまいます。さて、このような複雑な適応問題は何が引き起こしているのでしょうか。その鍵はナラティブです。ナラティブとは話していることを生み出す解釈の枠組みのことを指します。自分が話す言葉には全て前提があるように、この前提が解釈の枠組みであり、これがナラティブなのです。と言われても難しいので、ちょっと例を見てみましょう。日本は年功序列で給与が決まりがちですが、アメリカではやっている仕事の内容や役割によって給与が決まります。アメリカから日本を見ると、なんで自分はこんなに実力があって大きな仕事をやっているのに給与が低いんだという視点になりますが、日本からアメリカを見ると、なんでこんなに若い人にこんな給料を払うんだという視点になります。日本では年齢によって給与を決めるべきという解釈の枠組みがあって、アメリカでは仕事の内容や役割によって給与を決めるべきという解釈の枠組みがあります。つまりお互いにとっての解釈の枠組み、その人自身のナラティブはその人の中では正しいんですが、お互いに解釈の枠組みが違うことに気づかないまま、ノウハウや知識で解決しようとしてもどうにも解決できないという状態、これが適応課題なのです。さて、どうやら適応課題を引き起こす元はナラティブであるということは分かりました。では具体的に私たちはどのようにして適応課題を解決していけばいいのでしょうか。解決するためには大きく4つのステップが必要となります。ステップ1、溝に気づくこと。解釈の枠組みが相手と違うことに気づきましょう。ステップ2、溝の向こう側を眺めること。相手の言動や状況を観察して相手の解釈の枠組みを理解しましょう。ステップ3、溝を渡るための橋を設計します。自分の解釈の枠組みと相手の解釈の枠組みを見比べながら、相手とどうしたら分かり合えるか、どうしたら新しい解釈の枠組みを持つことができるかを探してみましょう。ステップ4、橋を実際に架ける。実際に行動することで新しい解釈の枠組みを作っていくんです。対話を通して新しい解釈の枠組みを相手と作っていきましょう。それではステップ1まで戻って、ステップごとのコツを見ていきましょう。ステップ1では、旗から見ると溝があると感じることでも、自分が当事者となると急に見えなくなるものです。
ここでのコツは2つ。1つ目は自分から見える景色を疑うこと。自分の見える景色はあくまで自分の解釈の枠組みに沿ったものってだけかもしれません。2つ目は辺りを見回すこと。自分の解釈の枠組みを脇に置き、冷静にその状況を見てみましょう。解釈の枠組みが強ければ強いほど脇に置くハードルは高くなりますが、一旦手放してみてください。ステップ2でのコツは2つあります。1つ目は相手の振る舞いをよく眺めること。相手の言動や行動をよく観察すると、相手の前提や相手の解釈の枠組みが見えてくることがあります。自分の解釈の枠組みを脇に置いた状態で観察すれば何か気づくことができるはず。2つ目は相手を取り巻く状況をよく観察すること。解釈の枠組みは外部の環境や状況によって作られることも多いです。相手の状況を俯瞰的に観察することで枠組みをつかむきっかけを見つけることができます。ステップ3では、お互いの解釈の枠組みを捉えて、新しい解釈の枠組みをどうやって生み出すのか考えてみましょう。1つ目のコツは、自分も相手も反対側の解釈の枠組みに一緒に立つ。自分の解釈の枠組みへ相手を招待し、自分側から一緒に見つめていきましょう。さらに相手の解釈の枠組みへ自分を招待し、相手側からも一緒に見てみましょう。これを一緒にするだけで解釈の枠組みの共有が進んで、新しい枠組みを見つけるヒントがたくさん得られるはずです。2つ目は解釈の枠組みを変えるポイントを探る。それぞれの視点から枠組みを捉えたら、解釈の枠組みを変えるポイント、取り組みを決めましょう。観察と対話を続ければポイントや取り組みどころが見えてきます。ステップ4では、実際に行動することで新しい解釈、新しい関係を相手と築きましょう。ここではステップ3で決めた行動や取り組みを実践し、実践した後には検証、改善をしていくことが大事になります。こうやってお互いの解釈の枠組みを合わせることで、分かり合えない人とも分かり合うことができるんです。さて、いかがでしたでしょうか。今週のアクションです。自分自身の解釈の枠組みを一つでもいいので見つけてみましょう。うまくいっていないことが繰り返されていたり、相手のことを一方的に悪いと感じている場合は、自分自身と相手の解釈の枠組みがずれている可能性が高いです。自分の思い込みをしっかり見つめてみましょう。二つ目は、自分の解釈の枠組みを脇に置いてみる。これができれば見える世界は一気に広がりますよ。三つ目は、実際に相手と対話を始めてみる。相手に自分の解釈の枠組みを素直に説明し、相手の言葉に耳を傾けてみましょう。そこには新しい発見があるはずです。ということで、いかがでしたか？どうして分かり合えないの？そう思うこともあるかもしれませんが、一旦立ち止まって自分と相手をしっかり見つめてみましょう。絶対に新しい関係を築くことができます。本には具体的な事例もあるので、ぜひ読んでみてくださいね。今日の敵は明日の友。皆さんに新しい世界が広がりますように。皆さん、いかがでしたか？最近の脳科学の研究では、効率的な学習にはインプット、内省、行動、検証の4つのステップが必要だと言われています。日本ではインプットばかりです。情報を取り入れただけでは何も成長しません。このチャンネルでは、インプットを内省につなげ、実際に行動に移すことで成長していくチャンネルです。短時間で良質なインプットと行動のきっかけを提供するので、ぜひとも1つでもいいので行動してみてくださいね。もし一緒に頑張っていこうと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。